皆さんこんにちは先ほど友山副社長とそして私どもの宮川の方からも事業内容について説明をさせていただきましたまたどういうきっかけで両者が話を始めることになったのかということについても触れられましたまあ最初は若手同士の話から始まったということですけれども最初に私聞きました時には 本当かと <laughs> ちょっと驚いたというのが正直な感想でした。と同時にですねいよいよかという思いもありました。えー、つまり、えー、ある意味、えー、流れはですね自然にそういう方向にあったのかなという思いもしたわけであります。えー、非常に嬉しく思っております。えー、私どもとしては 何しろ世界のトヨタさんとです、ね、私どもが提携し一緒に事業を開始できるともうそれを思っただけでワクワクするわけですが一体どのような両者のです、ね、思いがあってそしてこれから何を目指そうとしているのかともう少し広い観点から少し私の方から触れてみたいと思います。 モビリティまあ先ほどからマーズのプラットフォームだとかいろいろ話が出ておりますけれどももともと人類は、えー、移動することこのことによって進化をしてきたと言っても過言ではないのではないかと思いますやはり移動することによって新たな出会いが生まれ新たな生産性が生まれ そして社会が動いていいてくととうことになるわけですそれに加えて最近 AI というものが人類史上最大の革命ということで私どもソフトバンクは大いにそのことに取り組んでおりますこの AI はですね全ての産業を再定義するというふうに思っております。そういうい中で モビリティの世界一のトヨタさんと AI に力を入れているソフトバンクこの両者が提携することによって新しい時代のモビリティが生まれるとこれまでと全く違ったもっと進化したモビリティが生まれるというふうに思っています。 軍戦略ということを最近掲げ,掲げてグループ戦略を取っておりますが中でもですねこのモビリティを中心とした AI の軍戦略というのは私ども100ビリオンダラーですね10兆円の投資ファンドを作っていろいろな会社に投資しているわけですけども中でも このモビリティの関連の AI 企業への投資というのはあ中核をすすほど大きなな塊になっておりますここにその図を示しましたがけれども例えばライドシェアのウーバーディディグラブオラこのこれらの会社に我々ソフトバンクは筆頭株主としてそれぞれ と事業展開をしております。彼らとは毎月のように。さまざまな形であって、そして。次の戦略についても語り合っております。また、それに加えてですね。物流の方では。トラックの。まあライドシェアのような。世界ですね。こちらの方も。今。中国で。 9割以上のシェアを取っているバンフルトラックアライアンスと我々はさまざまな事業を行おうということでこちらにも我々が筆頭株主としてなっております。また自動運転としてすでに発表済みのですね GM クルーズこちらにも我々が約20%の株主に入っております。 さらにです、ね、AI の特にクラウド側の AI ということで,で、ね、NVIDIA こちらにも我々は株主になり創業者のジェンセンとはです、ね、非常にビジョンを分かち合いこれからどんな AI の世界がやってくるのかということについて大いに語り合っておりますライトだとかといろんな会社あります。 ということでそれぞれの軍がですねお互いにファミリーカンパニーが協調し合いながら新たな展開を図っていこうとしておるわけであります特にライドシェアにおきましてはこの4社はですねおそらく世界の90%ぐらいのマーケットシェアを持っているのではないかというふうに思います。世界のの、ライドシェアの 乗車回数の90%はこの4社に集約されていると。おそらくですね、自動運転の車最初にこれが市場に出ていくときには一台あたり数千万円ぐらいするのではないかというふうに思いますね。これは AI のスーパーコンピューターの塊だ。ローカルの車の中にもまあスーパーコンピューターのような チップがたくさん入っております NVIDIA だとかあるいは ARM だとかこれらのものがたくさん入っておりますがさらにクラウドともやり取りをするとそうするとどうしてもですね一般的な車の値段よりははるかに高いものになりますしとけた高いコストになりますそのような高いものがですねどのような人が一体お客になるのかというと おおそらく一般のの個人のお客よりはです、ね、プロの仕様として一般の人々の一日当たり20倍ぐらい走行距離を走り20倍ぐらいお客さんを乗せるという意味ではこのライドシェアの会社がですねおそらく自動運転の市場としては圧倒的最大になるんではないかというふうに思います。そういうい意味で 我々のファミリーーカンパニーがです、ね、世界の約9割のその市場を持っていると筆頭最大の顧客であるというのはあ一つの意味を成しているんではないかというふうに思います。このライドシェアの4社の合計の乗車運賃ですね運賃の取り扱い高これも急激に伸びておりまして約10兆円 ぐらいの取扱い高になっています。これから何年かするとですね、10年もおそらく経たずにして現在のアマゾンの取扱い高に追いつき追い越すというぐらいの規模にまで伸びるのではないかというふうに思います。急激に伸びています。これらの会社は AI を使って、まあよく日本ではですね、配車アプリという。 表表現現されれれますけども全くこれ見当違いの表現ではないかと私は思っています配車アプリというとなんかスマホの位置アプリとゲームでもするようなアプリ呼び出しのアプリというふうにイメージとして浮かびますけれども私に言わせれば全くそれは過小評価といいますか違うんではないかと思いますね。あくまでもこれらの会社はライドシェアのモビリティのプラットフォームであると。 しかも、AI、を使ったサーービスのプラットフォームだといいううふうに思いますヒートマップを使ってですね作って需要未来の需要を予測しながらそこに供給を当てていくとダイナミックプライシングで価格も秒あたりに変わっていくとそして需要と供給をですねこのように15分後のその100メートル四方のところに 一体何台の車が足りないお客が手を挙げるかと何台の車が余ってるかと余ってるところから足りないところに配車がパッとじお客さんが手を挙げる前に予想未来を予測して移動するまたロジスティクスのところでは先ほど言いましたようにトラックの分野で,です、ね、同じく AI を使ってヒートマップを作り自動運転まああの運転 会社を行っていくということになります自動運転の世界なぜ行うかというとですね世界で1日年間ですね125万人の人々が亡くなっております私は自動運転の世界ではいずれ事故の起きないモビリティの世界がやってくるというふうに思います先ほど言いましたようにすでにクルーズの方とは 自動運転で取り組んでおります。今回トヨタさんと私どもが手を携えてですね、トヨタさんがこれからいろいろと開発される自動運転の技術を活用し、今回のモネのサービスも行われるというふうに思います。画像認識 AI の世界では NVDA がありますし、また空間認識としてライト。 ナウトというふうふにありますねまた我々のグループにはご存じのように ARM はこの自動運転の世界にさまざまな専用のチップをですね最近発表いたしましたこれらがどんどんと自動車に搭載されて自動運転の世界が始まるまたその自動運転を行うためにはマップが重要になります。 この自動運転用のマップとしてはマップボックスコマースとしてはオートワンだとかあるいはリースレンタルで先ほどトヨタさんもすでに出資しておられるゲットアラウン、またさらに私どもの中にはフェアもありますし保険の世界も自動車のためにゾーン保険だとかポリシーバザル。ということで我々はまさに この軍戦略でですねトヨタさんもすでに出資されておりますウーバーグラブというふうに我々はお互いがこの群れでですね提携し合ってモビリティと AI が足されるとおそらくですねトヨタさんはすでにモビリティの分野では世界一ですし AI の分野の 群れという意味ではソフトバンクグループは最近急速にその分野でも存在感を示すことができるようになったのではないかと思います我々は今回のトヨタさんとの提携モネはその両者のグループの第1弾だとこれからまたさらにですね第2弾第 3, の3弾のより深い広い えー、提携が進むことを私は心から願っておりますしそういう状況を思うとさらにワクワクするということでございます以上が私の話でございます、はい、ありがとうございますそれではここでぜひ豊田社長にご登壇をいただければと思いますが、はい、よろしいでしょうかはい、じゃあ<っ>豊田社長よろしくどうぞ どうもありがとうございます。いいお話を。